始まった本当に目を向いてくるからね、こんな手紙になったのに。あ、入った。あれどうだか、なんか静止画みたいに、うん、動かない我々って。おー、すごい入っていただいてますよ。ガンガン5分遅れたの。うん、あ、そういうことか。ごめんなさいですね。こんばんは。こんばんは。もういいんではない。うん、ガンガン入っていただいております。すいません、遅くなりました。遅くなりました。今日もよろしくお願いします。お願いいたします。今日も、新作続々入荷でたくさんご紹介したいと思います。はい。はい、じゃあ、いきますかね。はい。はい。はい、じゃあ、はい、じゃあ今もう終わる感じだったよね。ごめんなさい。This is the first って今言おうとしてなかった。ではでは、ちょっと一旦終わりましょう。2人でね、モッチーさんとくまちゃん、おそろい、かわいいです。あれ、なぜかみんな今ワンピースだったね、3人。そうですね。示し合わせてるだけ。そう、今日はちょっとワンピース多め。多め、比較的多め。これだけだね。はい、どうぞ。じゃあお願いします。謎のコラボね。まずはこの間ブログで紹介したシャーリングのワンピースを色違いで着てます。熊谷さんが焦げ茶。そう、焦げ茶。うん、いい感じね。かわいいよ。めちゃめちゃかわいいですよね。私がベージュを着てます。焦げ茶アップで見せてください。焦げ茶の色合い映るかな。あ、このぐらいならいいのかな。焦げ茶です、ね、この色が結構新鮮でいいなと。あんまりないですよね、焦げ茶って。もう個人的に激推しのお気に入りの色です。なんかあれだよね、あの2人ともね、ひよこちゃんにも全然ぴったりな感じだし、コッコーになりきった人にもこれは全然同じ感覚で来ていただけるですね。全くスーパーフリーですね。スーパーフリー。うん、ね、ここもね、ちょっと身頃を横に広げてみてもらえる。ポッケに手突っ込んだりとかして、どのぐらいゆったりしてるか。うん、すごいね。いいですね。おのおのがね、横と前と。そうそうそう。なんだろうこれ。わけわかんない。おのおのが、ね、まあそのぐらいゆったりしてるのに大きく見えない。そう、で、かぶりもここが広がるので、いい感じにできてるよね。いい服よね。おしゃれですね。ちなみにこれは4色ありますよね。4色紹介してください。はい、他の色がカーキ。つなぎツインズちゃんたち可愛いです。ありがとう。これ最初からつなぎみたいな。そうそうそう。これがブラックです。つなぎツインズだよ。なんかカタカナで書くと本当そういうグループみたい。いや、あの基本女王のステージでそれを二人がつないでる。基本がそこ。そうそう、基本がその子ステージで、その子ステージをつないでる。気がついてなかった。つけよ。知ってました。今初めて知ったけど。衝撃的。そう、衝撃的。もうね、ブログでも紹介されてましたけど、こういう風にね、スタンドから照れてる。つなぎツインズちゃんたち可愛いよね。クシュクシュっとね、そう、その子のつなぎだから安心してゆっくり出ておいで。女王のね、女王のつなぎ、うん、ね、クシュクシュっとしても可愛い。はい、女王に繋がないようにしてやろう。あ、意地悪に。ずっとここでね。そう、ずっとここでやってやる。変わります。押さえてたりしてスタッフだけど、いらないのにずっと踊ってる。ずっとやっちゃうもんね。めいめいが素晴らしい。皆さんが主役ですよ。あ、なんかナイスフォローだね。大人の対応。なんか優しい。なんだか、なんか思ってなくて書いてる。本物のつなぎここにいるけど。本当だ、本物のつなぎ。そう。なんかあえて言われるとちょっとあれですよね。なんだかな。ショーン。なんだかな。あ、こんなねバッグ持ってる。そうなんです。またこれ違うやつ。今日これ入ったんだよね。はい。いつもの落書きバッグバージョンの進化系。ただしこれは合皮になりますよね。合皮の分値段も
ょっとだけ、うん、気持ち16,208円、若干小ぶりですよねこれ。そうですね、私持ってるのと思う、絵柄もね、うん、あと巾着バンビがいる、バンビさん、うん、今度はバンビちゃんがいる、うん、そうちょっと怪しい怪しいバンビちゃん、あらららら、これがついてと、巾着です、うん、はい、で、うん、こっちバンビがどこにいる、これバンビちゃん、なんかいって感じするけどね。いやいや大事ですよ、大事なの、はい、バンビもいて、はい、バンビしかいないのかな、そうバンビしかいない、バンビしかいない、こっちの方がいますねでこっちがすっごい可愛いの、なんかそう、ね、絵が可愛いんですよ、なんかモッコが持ってるともうそのまんまじゃんえ、そのまんま可愛い、アニメワールドだから、この人アニメの世界に住んでるから普段そう後ろの感じで、ね、なんかスワンっていうかね、そうか、全方向に絵が描いてあるのが可愛い、うんこんな感じのが入って3色です、うん、これ皮に見えるけどこれも合皮、合皮です、綺麗な合皮ね、一応3色、こちらが 18,480円です、うん、この白とあとこのなんだこれ、これもグレージュグレージュグレージュ、綺麗ね、それも、うん、これ綺麗なお色、うん、でこれもあの絵が違うんですよね、うん、これトムとジェリー、あ、本当だ、すごいこだわりだな、うん、これトムとジェリーよく見たわ昔昔見ましたね、うんうん、トムがかわいそうなのよね、いつも負けちゃうのね、トムってどっちですか、猫ちゃん、あ、猫ちゃん、うん、あ、なるほど、いつもジェリーにやられるんだよね、はい、あ、なんか時間の感覚わかんなくなりますね、うん、じゃあちょっと宮部さん、あ、値段、あ、素材と値段言ってください、あ、これね、色を見てもらったっけ、はい、見てもらいました、はい、柿と黒がありますっていうので、うん、はい、でこれ綿 100% で値段聞いてって感じね、ちょっと食べてほしいぐらい、いくらだと思いますか、うん、聞いて、みんなにいくでもすぐ発表ですよね、絶対ブログで見てる、うん、じゃあ言いますよ、はい、17,380円が税込みの価格になります、これすごい、うん、大活躍だと思います、うん、すごい ね、 色味もいいので結構長い期間着られる、で、あのここはゴムだけどちょっとゆとりがあるから、うん、あの苦しくないんですよ、うん、ここがグッて食い込まないんですよ、なんかね、どんな動きしても大丈夫、それ結構大きいですよね、うん、大きいです、何よりもね、デザイン性、パターンが優れてるのか、すっごいこう、そう、ヒュッて入って見える、ね、すぼまってる感じに、うん、そうそう、そうですね、ウエストもキュンって細くなった感じがするし、うん、裾でまたこう一回すぼまるしね、うん、実際はそうそう、やっこだこのようにね、割とゆったりしてるんだけど、 そんな感じですよね、これはね、はい、うん、なんかめちゃくちゃおすすめ、うん、おすすめですね、ね、はい、めちゃくちゃおすすめです、うん、おすすめです、ぜひちょっとね、来てもらったら、はい、ぜひ、うん、ぜひぜひですね、ネットもあります、はい、はい、そうそう、そんな感じですかね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、つなぎが長かったです。ありがとうございます。そんなことないです、はい。みんなでライブをやってます、ね。はい。それで私もワンピースで一人だけ着せてもらえませんでした。うん、本当は着たかったのに。これ早い時期に3色入ってきて、評判良くてね、あっという間になくなってたんですけど、はい、これがこの度またたって1枚だけですけどね、はい、入りました。入りました。はい、朝ですね、はい、ホッシーさんの朝のワンピースです。はい、で、あの前に来た時は私白を着せていただいてストールをしたんだけれども、はい、今日は紺は上品に何もせず、うん、はい、ここへちょっとさすがですね、はい、何もせずそのままストッと着てみました、うんうん、どうでしょう、2人のつなぎ効果が生きてますよそんな、うん、ゆっくりと見てもらえる良さがありますね、そうですね、うん、これ本当に綺麗で、あの、ね、後ろもすごく長くて、うん、そうですね、うん、上品ですよね、そうですね、1枚で、はい、ごめんなさい、うん、着られます、はい、はい、今回のホッシーの服のちょっと特徴、はい、ティーラベントもそうなんですけど、お袖がお袖がね広い、はい、はい、着物っぽいまでもいかないんですが、うん、結構袖口からそうですね、はい、アームから袖口までゆったりとってます、はい、ここで遊ばせてる感じが、そうですね、あの、そう、ブランドテーマみたいになってますね、そうですね、うん、先日あの買わせていただいたブラウスもかなり、はい、うん、そうですよね、はい、はい、同じ感じです、うん、そんな感じで、うん、ペチコート同色ではないんですか、あ、同色の紺だけれども、うん、こっちが朝でこっちポリエステルですよね、そうです、だから多少キュプラ、はい、多少あの色が違ってますけど、はい、上から
ストラップがついてて、はい、ここからずっと、はい、で、あのこれもあの、うん、スリットが入ってます、はい、うん、だからもう全然透けるあれは心配ないですね。そうです、これはみゆきさん白買っていただいてますよね、あ最初の頃、最初の頃ね、うんうんうん、そうです、はい、先ほどのごめんなさい、先ほどに戻ります、着やすいので収まり良いです、素敵ワンピって、そうです、もう買っていただいてるんだね、うん、先ほどのこれ、ね、つなぎツインズの、つなぎツインズ、今ねコメントがさ、あの着やすいので収まりが良いですって、素敵ワンピ、さっきのうまい、うん、はい、ありがとうございますね、はいはい、うん、ありがとうございます。でこんな感じで、うん、次のワンピースが用意できたから、はい、いいかしらね、こんな感じで、うん、ね、1枚でなんかかっこいいですよね。そうですよね。で女王としてはやっぱりあれ、気がついたらボタンが全開してない、全開です、ここまで全開です、本当だ、でも、うん、ちゃんと閉まってるんですよ。そうですよね、うん、何をしても大丈夫なんですよね。皆さんネタではありません、日常がこうですからね。で、うん、一応キャミは来てます、うん、あ来てるのね、来てます、来てますけれども全然大丈夫ですね、はい、綺麗ですよね、うん、これやっぱり仕立てがいいんでしょうね、うん、きちんとベローンと開いちゃわない、はいはい、そうです、ただこういうところを開けとければアイロンでちょっとね、はいはい、シュシュッとやって、はい、アイロンかけていただければこうなるけど、はい、今日はしっかりとここをアイロンして開かないようにしてます、うんうん、ね、なんかかっこいいですよね、ルーズな感じっていう、ね、うん、感じじゃなくて、そう昔のあのなんだっけ、一世じゃなくてワイズか、一枚立ちの良さみたいなね、ああそうかもしれないですね、うん、昔のって言い方いいんですけど、はいはいはい、今もワイズこういうのやってるかもしれないけれど、ずるっていう生地 の、 あの立ち方向、はいはい、裁断方向を生かしてそのままこう立ったあの作ったような、縫い合わせたような感じのね、はい、存分に十分に生地を使ってて綺麗ですよね、はい、泳ぐ生地が綺麗ですよね、うん、ね、まあ、優雅ね、そう気楽に優雅、そう上品だしね、はい、なんかすごくいい一枚で、うんうん、やっぱり着てる感ないとね、女王ねライブといえ着てくれないものねそんなことね、だからこれは本当にあの例えば、うん、ベルトをしてブラウジングした方がいいかなっていうあれもあるんですが、うん、まああんまり短くするとこのスリットがね、うん、上に行くっていうこともあるけれど、はい、これはそのままベルトも何もしないで、うん、ストンとしていただきたいかなって、うん、いね、はい、襟元が綺麗ですね、綺麗ですよね、仕立ての良さを感じます、そう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 、もうこういうねコメントいただくと嬉しいですね、うん、でこちらのワンピースのお値段、はい、税込みで57,200円ですね、はい、ほどほどのお値段ですが、そうですね、やっぱり朝のレベルと、うん、まあ、作り服の、うん、あのもう レベルランクが違いますね、うん、光沢もあるしね、そうそうそう、綺麗なのよねこれ、だから毎年この時期になると着るワンピースだと思うので、うんうんうん、女王はねこのタイプの服はだいたい締めたり、そうですね、結んだりするし ね巻いたりするんだけど、はい、もう今はこのまま着たいって感じですね、はい、さすがです、その日の気分、はい、気分です、気分を服に重ねちゃう、そうです、それが楽しいです、あーすごい、はい、では、ね、はい、次のくまちゃん準備できましたので、はい、お待ちください、うん、ありがとうございます、めちゃくちゃ上品なのにかっこよさが際立ちますねって、くまはなんかワンピースよく似合うね、ワンピース、すいません、うん、違いを隠しました、うん、隠すか、あ、そう隠すって出てきて、そう、これも可愛いね、そうワンピース、ね、今日入りました、うん、皆さん先ほどの、2人がつなぎ、うん、つなぎツインズが着たワンピースとこちらのワンピース、うん、しまくバカ気合い入れて、ね、たくさん入りましたね、うん、たくさん入れましたよ、うん、あの40サイズうん、こちらは、38ですよね、着てるのが 38でもスーパーフリーサイズなんだけれど、ね、はい、さらに40サイズもこれは今回入れております、はい、あと透けもペチコートがついてるのでありませんね、スポット部分の、ね、ペチコートがついてます、うん、はい、はい、いや、ね、いいねこれね、あのテープがこう左右対称じゃなくて、うん、この色大好きですねって、本当に嬉しいですね、 ありがとうございます、映ってるかな下まで、うん、きれいきれい、さあ、ここ
ね、すごい大分量。それとこれあのテープを叩いてるんですけど、このテープの、うん、まあ叩いてる状態、仕上がりがめちゃくちゃ綺麗なんですね、皆さん。フラットでね、はい、ボコボコしないで綺麗です。はい。で、あと首の部分と袖の部分がリブになってるので、うん、あのメリハリがね、あの、うん、リブを使ってます。フライスのリブですね。うん、はい、ニットっぽい感じでね。で、肩がちょっと落ちてる感じ。はい。なります。綺麗だよね、これね、はい、ポッケがついてて。しかも朝100。そうなんです。そして7なんと色違いお値段、うん、色違いからいきましょうか。色違いもたくさん、私もこれから着るのをお楽しみですって、うん、で昨日買っていただいたんですよね、早速ね。白、はい、爽やか、はい、グリーン、はい、どれも、はい、あ、グリーンはブルー、ネイビーのテープか、うん、あ、これとこれはテープがネイビーですね、うん、そうですね。で、黒と白はグレーね、チャコールグレーチャコールグレーと白はあの黒のテープになってますね、はい、はい、いや、これかわいいわね、画面がすごい明るくなる、うん、映える、爽やか。素材は？素材、あ、朝なんだって、素材はって聞いていただいて、朝なんだってなって、そう、朝です、そうそう、リネン、はい、リネン100って書き方ですけど、はい、そうですね。しかもお値段、お値段が税込みで17,600円になります。ちょっとすっごいよね、異常にお手頃だよね、すごい着やすいです、とっても。これはあの感覚的に言うと、うん、かける2倍の商品ですね、うん、32,000円ぐらいのか、まあ、3万円から32,000円ぐらいの商品です、ね、感覚的に言うと5割引きの感じ、うん、ね、着心地もで、メーカーさんも言ってましたね、一昨日見えた時、かわいい、ね、かわいいですよね、うん、夏も最初に作るっていうことはそういうことですって、これだけいいデザインで、うん、いい出来で、うん、まあ感覚的に言うとコストで言うと5割引きの値段を設定してやってますみたいな、うんうん、いいお新価格、うん、いやマジでいいね、そうですね、うん、で、と、手洗い大丈夫です、大丈夫です、はい、確かにお得ですねって、お得っていうね、本当にお得、うん、お得っていうかね、損得ってないと思うんだけど、ファッション洋服に関しては、ただ価値観がめっちゃ高いよね、うん、毎年着れるデザインだから、そういう意味でお得だよね、うん、長く着られると思います、うん、服のレベルと価格、そう、柔らかいね、考えると、うん、めっちゃリーズナブルを通り越して、うん、美味しすぎる、美味しすぎる、うん、こんな感じ、今年の夏のスイカも美味しいけど、あ、スイカも食べてるっていうね、うん、う、美味しいスイカと同じようで、うん、もっと美味しいです、こ、うん、んな感じで、クマちゃんとてもお似合い、おー、嬉しい、ブルーめっちゃいいですね、緑も良かったです、お、ね、中島さんのせいで私の夏が終わらないんですけど素敵でした、すいません、ありがとうございます、終わらなかった、もう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いいかな、夏が終わらないですよね、本当に、女王、良いですか、私も一緒に、一緒に、そう、はい、いいですか、いいです、大丈夫です、そして、そう、女王とモッコのまた新しい提案ですね、カジュアルのね、はいはい、何でもないのに、はい、何でもないのに、ちょっと見てちょうだいって、はい、はい、はい、落ち着かない、こんな感じで、はい、もこちゃんと私が、はい、同じ形のブラウスと、うん、そう、同じパンツを履いてます、うん、全然別物だよね、全然違いますよね、形は一緒なんですよ、うん、肉と魚ぐらい違う、で本当にモッチーさん本当にキュートですよね、かわいい、かわいい、結構いいじゃん、いい子っぽいよ、本当に全然いい、そう、そう、私横に行くのがなんかちょっと拒まれるっていうか嫌だなって思うんだけど、いやいや、本当に
でも宮部さんのいつものタイプじゃないんですけどね、うん、そうこういうパンツって本当に履かない、うん、でもこの感じ情がしてるとコロンビアのケシ畑かなんかにあの畑のケシの栽培を見に来たあのドンって感じしない？どうどうそ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 うおい今年の育ちはいい警察に見つかんないようにうまくやんだよみたいなねってそうラフな服を着てるんだけどうもう手指輪だらけそう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 脱ぐと中にもうすごいもんが、ね、そう入ってるそうジャラジャラそうそう白シャツ最高です色味が全部いいシマーク2最強コンビ新しい風が吹いてますね、はい、そしてね、うん、宮部さんにねそういや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 、ね、ちゃうのよそうちょっとこの、うん、挑戦してみましたね、うん、ねあのライブで何を着るかっていう時に、うん、これを中島さんからファッションさんから指定されたんだけど、うん、なかなかしっくり来ないとそう宮部さんお題拝借したけどこれじゃあ仕切れないわよとそうあるタイプだったら着るだけでいいんだけど、うん、宮部さんはなかなか合わないということで、うん、全然テンション上がらないっていうそうそうそうどうしようかなって、うん、要するに似合わないというかね、はいはい、その洋服をテンション高く上げるためにはどうしようかなっていうのをポーンと投げられた気がして、うんうんうん、ちょっと、うん、ちょっと変えてみますので、うん、ちょっとだけ待っててください、うん、もっちりさんに皆さんね、はい、そうちょっともうめちゃくちゃね想像できない変態コーデですからあそうなんですよジョーはちなみにパンツは、うん、ほんこちゃん可愛いねこれねそうちょっとね立ち出しになってて、うんハイウエストなんですね、はい、でちょっと私後ろで止めてますけど、はい、こうやってあの、うん、ストンとしてて、うん、ちょっと裾がつぼまってるタイプのチノパンというか、うん、そういうパンツなんですもともとはい、でブラウスはなんかもっこちゃんこのままで可愛いねちょっとやんちゃな感じがそのまま生きてるあでも合うタイプの方はこのままいけば、うん、このままでいいと思うちなみにこういう色のブラウスもあります、うん、これだけ10箱もこの感じ入ったの今日、ね、1号店だけですねあ1号店だけかあそうかそうかでこのブラウスは15,180円パンツが秋の入り口までずっとこの感じパンツが15,400円になりますもう本当にタイプの方は着るだけです、うん、もうあのこの感じが好きな人は着るだけでバッチリ決まるね、はい、でパンツ今ロールアップしてますけど、はいね、どこまで伸びますかこれは女王はさらに二巻結構長いねおいいねちょっとガルになりたい少女フルレングスうんうん結構ダボっとしますね、うんうんうん、そうそうだタグマイスも面白いねちょっとね、うん、なんかだいぶちょっとあのラッパー系そうですねイエイエナイスだぜイエイエ今日の君こんな感じのシルエットです、うん、全然違いますね、うん、全然違いますうんですねあラッパーみたいよイエイうんよよよ本当ちょっと嫌、うん、あそうですね、甘ないなっていう感じですよ、ちょっと嫌はい、宮部さんすごくいいですある意味新鮮パンツの生地は何ですかシャツは綿朝あのシャツは綿100、綿綿、綿読めよストライプと綿、綿、綿ストライプが綿キュプラはい多分無地が綿だと思いますね無地が綿100でストライプが綿とキュプラです、はい、パンツは生地これ綿だよね生地パンツは綿ポリウレタンです、うん、綿96ぐらい綿95 95? うん少し台かけてる素材に洗いかけた感じでちょっとマットな感じ、うん、綿は綿あの密度の高い細番手の綿をしっかり織り込んでるので光沢があってでも少しその洗いにかけた感じですね若干ねちょっときれいめな木のチノパンって感じがします、うんうん、チノではないけどねチノではないけど、はい、ぽいはい
感じです。はい、一応あのパンツに合わせてブラウスを入れてます。うん、うん、ね、そうです。上下の感じいいですねって、可愛いですね、ね、結構いいよ、なんかいい感じ、いい感じ。本当ですか。なんかめっちゃやんちゃっぽくて可愛いそうなんです。それで、うん、そのしっくり着にくい宮部さんがどうしたかっていう話です。話です。なんかハードルが上がっちゃったけど、あの消し畑から今コロンビアに戻る感じのね、そうだからカルテルのドン、私がつなぎだったんです。そう、つなぎだったの。うん、はい、うん、こんな感じでどうでしょうか。スカーフをベルト代わりにしてポイント、なんかさっきのだとスルーっとしちゃってて、うん、自分的になんとなくあれな、ポイントを作ってみました。うん、でこれがちょっと派手めなスカーフだったので、はい、色合わせが良くってちょっと派手めなスカーフを選んでみました、はい、いやそしてよく似合うな、そのポージで。まだ物足りない。いや、ここで「ああいいじゃないいいじゃない」って言ってたら、園子ちゃんはどうしたかと、もう完全にぶっ壊れてますよ。ありがとうございます。普通こんなの考えないし着ないわ、これみたいな、ね、素敵なダミーの朝のブラウスですねそのブラウスを、うん、すごいでしょ、素敵、あ、ワルだな、インした方が大人っぽくていい、さすがの女王、素敵です、素敵ですね。こんな感じで、合わせてみました、うん、で決して派手な、うんグラデーションでもないし、うん、スーッと入ってくるグラデーションだとは私は思うんです、うん、はいはい、だからこういう感じで持ってきてもいいんではないか、さすがドン思いますで、ここ全開です、うん、だって全開でベルトしてミルフィーユしてるから全部全部だ全部全開そう全部全部全部全開、間違ってもボタン1個かけていけませんって、うん、そうですね、うん、であのこういう色でグラデーションにしてもいいし、うん、はい、うん、例えばこういう私の好きなこの茶系、はい、茶系の方を持ってきても綺麗です ね、うん、カーキには茶は合いますからね、うん、ちょっと着てみましょうか、シャツオンシャツかっこいい ね襟があって、ちょっとこれね、シャツオンシャツっていうかもう変態コーデです。変態じゃない、このハリッとしたシャツにハリッとしたシャツを合わせるって思いません ね、普通のあれではやらないのかもしれないけれど、うんうん、普通の人はやらないです普通の人はやらない、はい、壊れてないとやりません。でもこれも綺麗ね、これも上にはこの色は絶対合う、合いますか、うん、地味にならない茶色、上に茶系はできるだけやめてってプライベートにも余計なこと言ってんだけどね、これは綺麗、うん、こんな感じであれするとちょっとこうなんていうのかな、うん、メリハリができていいんではないかなと思って、うんうん、ね、上に着てるシャツはってこの朝のラミ、朝、うん、はい、ラミー、はい、はい、テンセルラミーでしたっけ、ごめんなさい、そうですそうです、はい、ラミーが55、テンセル45、はい、18,480円です、はい、これはただいま5色全部で1,2,3、あと黒6色か、白もあるから、黒がなくて、白黒もまだあるよ、ないです、白もあるよ、うん、あ、白黒があと1枚ずつあって6色だ全、はい、はい、ちょっと見てください、はい、見せてください、こちらが、あ、いいですか、はい、こちらがグレージュになりますね、はい、そして先日モッチーさんがすごく、そう、白シャツがいけるんですよ、これはい、でブルーと、あとこれがライトカーキ、うん、ライトカーキ、そしてこちらがライトブラウン、うん、ブラウン、うん、ですね、で1,2,3,4に白と黒6色ですね、はい、あります、かなりこの夏のおすすめですね、うん、こうやって羽織れるし、はい、止めて結んで前を結んでもいいですし、いいですね、着方はすごく楽しめる、うん、いやいや、うん、本当、いやこれはいいわね、うん、こういうハリッとした面のあれに、うん、いいね、感じがあるので、ね、はい、15か白と黒あるよね、まだね、
へえ、まあこんな感じで、あのいつも言ってるように、うん、ちょっと苦手なものを、うん、自分がかっこいいと思って着たいと思った時の、はい、うんうん、ちょっと参考にしていただければ、うんうん、これをやってる間ってすごく楽しい時間なので、うん、皆さんもちょっと挑戦してみてください、うんうん、それとあの先ほどもっこがあの二折りしてる裾をさらにもう一折り、そうです、折り、あの、はい、ロールを大きくしてます、ね、そうですね、何折りしてます、結構してます、お、1、2、3、4、4折りしてますね、はい、上が、足、まあ、長いから普通にどうなる160センチのちょっと足長めの方で4折りでこのか4つ折りしてこの感じですね、はい、だから、まあ、できるだけこれ短い方が雰囲気はありますね、そうですね、うん、下にボリュームを持たれてるからね、そうですね、うん、ここに結構ボリュームもあるし、はい、ちょっとあた、うん、ちょっとね、私にウエストが下がってるんですよ、うん、はいはい、だから通常、うん、こういう風な、そうですよね、はい、感じになった方がいいのかなっていう感じはします、はい、バッチリですね、こんな感じです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あら大好きなワンピース着て出てきちゃったはい、なんかずっと飾り物のよう、うん、大丈夫、つなぎじゃないよいや、なんか急にね、2人とも気が入っちゃって、うん、今日なんか不思議な平成になってて、うん、いい感じよ、これね、朝、そう、洗いにかけてて柔らかい朝、ね、そう、あの、好評のね、好評です、デザインで、全色今、はい、赤がない、もう赤がないけど、うん、そう、全色揃ったんですよ、全4色これ、そうです、メーカーさんの方から評判がいいのでね、いろいろ無理くり追加して集めてもらっているんですね、そう、私はグリーンを着ていて、はい、で、サックスブルー、うん、かわいい、めっちゃかわいい、クマさんってうん、なんかありがとうございます、クマさん、森のクマさんって感じ、そう、めっちゃ可愛いですよね、これね、そう、これ可愛いんですよ、着丈もあるんだけれども、ね、透明感があるので、はい、長さがあの全く消えますね、うんうん、で、うん、これがポイントね、そう、友のベルトがあの2つついてるんですね、この柄と無地と、無地と、はい、無地は私首に巻いてるんですけど、うん、クマちゃんはね、ワンピーもよく似合うの、もう似合うの、ありがとう、気を使っちゃったもうって言ってたら、あえてのもだな、うん、そう、あえてもにしてあげました、あの同じグリーンのね、こういう紐がついてて、うん、それをここに巻くと、こうね、同一のお色で、はい、その首のやつね、シンプルでね、うん、そう、今ちょっと首にチョーカーとして巻いてました、はい、ちょこの感じで、うん、でも、もう個人的にはちょっと柄のリボンが可愛いので、うん、それでいいかなと思います、ね、決めたいなと思って、はい、でこれがあの麻の柔らかい洗いにかけてる麻なので、その友の一応リボン代わりの紐が、はい、あの汗をよく吸うから、うん、首元チョーカーにしててもむしろ汗止めになっていいような気がします、色変わるかな大丈夫、よっぽど汗かかない限りだね、で私ちょっとね大きめなんで、少しね、はい、ゆるっとがすごい、うん、なんかね大きさ感が消えて、これも全くいい、うん、フリーでいい感じ、そう、あとは後ろね、ね、おがみタックで、はい、そう、余計に分量取ってるので、うん、一応いい感じです、広げるとね、あれなんです、結構ワイド、すごいよね、うん、で、ここの空きも結構広いので、うんうんうん、そう、結構いろんな幅広いサイズの方で着られると思いますね、うん、これね、どうだ、いい感じ、うん、それと少しこう胸が、胸っていうかここがちょっと厚い感じ、胸の大きい方でもこのデコルテラインっていうの、ね、女性が言う、うん、綺麗ですね、ここの胸元はすっごい綺麗にね、綺麗に、うん、どういう方が着ていただいても胸元の綺麗さ、うん、変化ないです、ない、はい、そう、綺麗に着られるのでとってもおすすめなんですよ、はい、これなん、これもマジであの収まりいいよね、素材感とデザインが実に見事にマッチしてる、かなりね、ちょっと透け感のある、うん、涼しい感じの朝ですね、うん、そう、夏の朝は本当にいいのよ、そう、特にこれね、うん、柔らかさが、柔らかいよね、そうで、まあ、もちろん朝100、
はい、これサイズフリーなので、うん、で25,300円税込みの。あらーお手ごろー。あ、みんながこういう時だけ軽くテレビショッピング行っちゃうねみたいな。あーお手ごろー。腹立つ。チャンネル切りたくなる。急になんかあの声が聞こえて安心した、うん、でもよく似合ってるしね、うん、あのこちらのデザインもひよこからコケコッコ、うん、成長、うん、はい大丈夫ですね。スイートはこっちだけでした、うん、こっちは入ってない、うん、でポケットがついてます。いい感じですね、うんうん、テンション上がります。元気な色です、うんうん、そんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます、うん、もうオレンジって全然なかった。オレンジ、あ、そこにないあれが色味が、うん、色味だけは15があるべ、まだね。え、出てません？出てない。あ、なかったでしょ。一応オレンジの色味はこれと同じです、うんうん、あとオレンジ自由が丘店に1枚あるので、うん、まあもしよかったらですよね、うん、私は見てないけど。あるの？あるのかな。まあとりあえず見ていただいて、うん、はい、お色になります。全4色になりますね。はい、今でしたらオレンジもまだあります。あります。ポケットもある。大事。そう、ポケットもあるんですよ、うん、ポケットは大事ですよね。大事です。はい。そうなので、うん、ぜひぜひチェックください。はい、ね、よく似合ってるね。好きなだけあって。うん、これ着てみたかった。ね、しかも特にそのグリーン好きだよね。うん、グリーンずっとね。1号店でもこのグリーンさ、ディスプレイする。自由が丘行ったらこの色。自由が丘でディスプレイする。もうクマこの緑大好きディスプレイ。これね、この色大好き。うん。うん、です。うん、よく似合ってる。おすすめです。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、次もっとさんですか、はい、あら、お姉さんいっちゃってる。そうなんです、今度。あら、あら、なんかお姉さん。まるで、うん、そう、ですね。16ぐらいに見える。あ、違う。いや、なんとなく小学生のイメージがほらさっきは強かったんだけど。お姉さんが16。そう、うん、あのママのお洋服を無理して着てる。そう、11歳ぐらいの感じだったのに、16歳ぐらいのお姉さんの。そう、ちょっとあのブラウスのサイズが微妙にちょっと合ってないんですけれども、はい、ご紹介したいのはこのパンツです、うん、これがですね、うん、A300 でいいよねこれね。そう、ちょっとフレアなワイドパンツが入荷しました、うんうん、これがすごくシルエットが綺麗、あのちょっとスカートっぽい感じなんですね。めっちゃ綺麗だねこれもね。そうなんですよ。前からご紹介してる明朝のパンツよりももうちょっとスカートっぽい感じのフレア感があって、こっちは A100 になります、うんうん、これがすごい綺麗なので、うん、あの昨日届いたばっかりなのでご紹介です、うんうん、ワオエレガントモッチーさん、なんかいい感じですよね、うん、素敵なブラウス、モッチーさん、ね、素敵、綺麗です。服がね、最近ちょっとコメントが上がってき始めたね。やっぱりセブン到達一番乗りのやっぱね、よろくかな、やっぱり、うん、やっぱ最初にね一番取るっていうのは大事ですよね、うん、てっぺん取る女は違うね、やっぱりコメントが増えてきた。なんだってセブンだもん。そうだ。このブラウスはちなみにホッシーさんのブラウスで、うん、入りたてです、はい、ここはね、はい、もうちょっと綺麗にはまるんです本当は、うん、もうちょっと皆さんが綺麗に着れると思います絶対、はい、はい、でこちらがお色ちなみにネイビーです、はい、ネイビーもすっごい素敵なのでおすすめです、うんうん、個人的にはそこ袖結ばなくてひらひらって流しちゃってもいい気がするね。ちょっとやってみましょうか、うん、スリットみたいな感じになるんです、ね、うん、どうせだったらこう袖の遊びを楽しもうよっていうかね。今ちょっと結んでたからあれだけど、ほどけてますよとか言われる。いやいや、余計なお世話だっていうの、そういう時で、ブラウスは、A100で27,500円になります。すごい素敵です。で、パンツなんですけど、こちらがパンツになりまして、このシリーズめっちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗です、本当にこれいいと思います、うん、明朝のパンツがちょっとこうすっきりしたラインに比べて、こっちはちょっとこの揺れ感がまたエレガントで素敵です、うん、その違いが目安の方はもう完全にカジュアル、こっちは完全にエレガント。エレガント、うん、ですね。大きい差があります、うん、全然また違います、はい、良さがね、はい、
全く違う、ねうん、で、ちなみにこちらが、今履いてる38サイズと他に40サイズが入りまして2サイズになります。38でだいたい9号から11号ぐらいになります。それで今止めてるので、どのぐらい後ろ止めてるの？ちょっとあ結構止めてるかな。7号の人だとどうなんだろう、少しゴムをちょっと緩い、冷たい感じかな、うん、まあ、でも普通に切るとこんな感じで、うん、形は崩れてないから、はい、まあ、仮に7号の人におすすめするとすると、その平ゴムをちょっとだけ詰めてもいいかもしれませんね、うん、でもとにかく綺麗に収まるので、綺麗、めっちゃ綺麗、素敵です、うん、めっちゃ綺麗ね、ゴムなのに、なんか、うん、ね、すっごい綺麗ですよね。このままなんか普段だったらちょっとリラックスしてこのままでもいいと思います。そうです、あの光沢もあるんです、このパンツ、ね、朝なんですけど光沢あります。でこれは入った、こちらはちょっとキャメルオレンジみたいな、ね、キャメルオレンジみたいな色と、ホームページで発見しましたが色考えるパンツ、ラブラレイトさんからです。色がそれぞれいいですね。そう、これも昨日入ったんだっけ？一昨日か。そうですね。日本店はそのままメーカーさん置いてってくれてたから一昨日か。商品が入ったのは今日か。入ったのは今日ですね。1号店中、あ、今日全部そうか。これは。あ、今日。一昨日入ってます。一昨日入ってるよね、こっちだけね。一号店ね。なんかホームページに昨日アップして。そうだよね。はい、うんうん。これおすすめ。色をどうしよう、4色。とあと黒、はい、になります。あとこのちょっとくすんだ感じのブルーですね、うん、これもすごいニュアンスがそれ綺麗だよね、いい色ですね、ね、うん、なんかただのブルーじゃない、うんうん、すごくいい、すごいおすすめです。このパンツめちゃくちゃ履きやすいです、うん、なんせモッチーさん素敵綺麗ですってすごいよ ねコメントが服が、ね、今日はご飯いらないぐらいだね。いります。いるよ。いるんだ。コメントでほらお腹いっぱいになるじゃない。ね、ブルーいいですよね。うん、本当にねこれ全部いいんですよ。形がとにかくいいから。はい。はい、こんな感じです、はい。おいくらでしょう。あ、失礼しました。本当。本当ですよね。うん、15,180円です。こうっていうかかなりリーズナブルね。これね、うん、こんななんかエレガントで綺麗な仕上がりで、うん、で朝があのほどほどに厚みがあるので、はい、全然ペラペラしてないんですね、うんうん、なのでそういう素材の良さ、厚みも感じられるので、うん、そういうところも含めておすすめです。あえてこの値段で低価っていう部分で先ほど来言ってますけど、あのメーカーさんにしてみるともうセールに入るこの時期に新作をこれだけガンガン上げてるから値段はそういう形でめちゃくちゃリーズナブルにしてる。リーズナブルですよね、うん、これ、うん、だって2万円台にしか見えないもんですよね、うん、着やすいです、お手頃です、定価がセール価格みたいな感覚ですよね。モッチーとっても似合ってますってみゆきさんからよ、ね、綺麗ですよね、すごくちょっといい感じだと思います。褒められちゃった女王に褒められちゃった、うん、女王に褒められちゃったです。はい、そんな感じでおすすめです、うんうん、ですか、はい、はい、ありがとうございます。おお。ガン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 、ベックラ超えた元気に来ました。元気な小の子女王、マーク・ケインの、はい、マーク・ケインの女王はまた壊れてんなそう、マーク・ケインのね、はい、中国派手なんですが可愛い、うん、でも可愛いんですよ、こういうところが、うん、ちょっとレースがついていて、うんうん、こんな感じで決めました。何の違和感もないからすごいよね。本当ですか、うん、かわいい。このぐらいだったらちょっといっちゃってるよね、まあ、みたいな気するけどね。え、元気が出ていいじゃないですか。そうそう、普通だからすごいこれも普通に来ちゃう、ね、そう、いや、ただもんじゃないっていうのは、ね、誰が見てももうただもんじゃないんだけどね。本当にでも綺麗でしょう面、そう、形綺麗ですよね、きちんと収まってるのでね、すごい派手だけど派手じゃないみたいな
そうそうだけど派手、うん、ね、大概の人には派手そう、それで、これに黒の細いパンツとかでこう切れ目に着ようかなと思ったんですがちょっとダメージにして元気をアピールします、うん、すごい、おお、カラフル T シャツ、ただのやんちゃじゃないですね。しかもダメージデニムで、夏らしい、でしょ、かっこいい、カラフルでデザインがいいですね。皆さん、壊れてるだけですね。その子、壊れてるだけ。それで、そこへ持ってきて、このちょっと丈の長いジャケットを着てしまいます。このジャケットに関しては、ちょっといわくつきでね、はい、もう売り切れてしまってて、お客様に間違えてっていう言い方じゃないんですけどね、はい、あると思って取り寄せができると思ってティーダお題をいただいたらどこも完売してて、はい、でティーラベントの社長がわざわざうちのために私のミスのために3着だけ本当に作ってくれたのですよね。そういう疑惑で昨日ね、しかもできて持ってきてもらったのね。あ、そうなんですね、うん、宮本さんにね、はい、あの社長いい社長ですよね。こないだ私が頼んだ時、そうそうそう、はい、すっごいいい社長でね、はい、でこれが黒、はい、それから白がもう一点あるんですよね、はい、攻めてるって本当、ね、女王はね攻めるっていうのないのよね元気にならないと、私こう見えても夏バテするタイプなんです。だから元気を出すためにちょっとこう見えてもって見えたままだよね。どっちでも まともに見えないからいつでも元気で。そうですか、はい、でも元気はね大事、本当大事でしょ、うん、猪木も今入院してて元気ないから元気ないで、もうなんでですか、元気ですか、元気です全然ちょっと違うんですけど、こんな感じでちょっと、そうなんです、これ貴重なのね、大人を、ちょっとこれはね、個人的にティーラベントの社長に感謝なんですけど、はい、本当にね、もうありがたい、あ、こういうお付き合いできてて、ちょっと本当幸せだなと思いました。ですよね。私が間違えてね、お金までもらってお客様から、そしたら取り寄せがゼロだったという。それじゃ大変だよねってね、ティーラの社長が本当に特別これは作ってくれて、これはちょっと感激の、もういやいやそういうわけじゃないんですけど、ティーラの社長、ティーラベントという会社の体質がやっぱりそういう、一人でもね、そういうことがあっちゃいけないって言って作ってくれた貴重なジャケット、はい、心からなんかこう思いを重ねたいです。これはで、こちらが白です、はい、それでおいくらですか。こちらですね、ジャケット、T シャツ両方、はい、ジャケット53,900円、はい、それからマーク・ケインの T シャツ、はい、29,700円、はい、です。ちょっとお高いですけれども、ね、はい、なんかテンションが上がる、うん、上がる、しかもね、個人的にはそういう、もともと本当にこれよく売れたじゃない、うん、他のお店からどんどん、はいはい、ね、はい、返品もらって、はい、うちに納品いただいてたんですけど、まあ、そういう最後のね事情があるから余計こう今日これは着てほしいって言ってね、そうですよね、でこんな風に合わせてみました、うん、う、もうそれを無造作にこうやって着られちゃうからもう嬉しい、ね、思いがある服を無造作に着るってこれってなんかね、スリット、うん、スリットありますね。 そう、それでもう一つこの上に同じようになってしまうんですが、はい、黒で、うん、うちのちょっと待ってください、ね、これの白も着てみてください。白ですか、はい、はい、宮部さん素敵、本当にありがとう。さすが中島さんって、なんか私の場合は強欲なだけ。どうしてもね、でも作ってほしいっていう気持ちまでなっちゃいましたね、これ。白も綺麗ね。白も綺麗ですよね。あいやー、ちょっと角がヒュッとね、なんか白ってやっぱり、なんか綺麗ですよね。いや悪いけど、さっき羽織った時いまいちだったけど、うん、今羽織ったらすごい。本当ですか、うん、目が慣れたんですか、うん、目が慣れたんだと思います、ね、はい、ライトもあるし、はい、そんな感じで、これ本当にデニムの上でもちゃんとしたスラックスの上でも、うんうん、ですよね、ワイドパンツでも、この素材が軽い感じ、うん、そうそう、朝でだから全然重くならないので、うん、はい、
どんなものにでも合うし、うん、ベルト上からした時も長さがあるので綺麗ですよね、うんうん、もうめっちゃいい、うん、あれみゆきさんこれ買っていただいてなかったっけ、黒買ってる、黒か、黒、ね、買っていただいてるの黒、みゆきさん、横山さん黒じゃない、黒、うん、黒だったと思う、あ、そうか、はい、確か、うん、白もおすすめ、ね、おすすめでーす。マークケインの T シャツの上に着てます。すごい。マークケインを強調してる。あの香水瓶柄のブラウスにもいいよね。そうそう、あれそう、ね、合いますね。さっきそれにスカーフも合っちゃうね。そうそう、スカーフもありますね。すごい特定の。買っていただいてるのは黒ですよ、みゆきさんね。黒です。女優さんの普段着使いのようって。あ、女優さんですよね。嬉しいな、うん、もうどうしましょう、うん。女性という女優をずっと生きてきてますもんね。そうですね、うん、そうですね。はい、っていいのかな。いや、いいんです、はい、いいんです。かっこいいんですもん。それで、じゃあ、あれ、みゆきさんが白もくださいって。あ、じゃあお取り置きしときましょうね。はい。はい。はい、あ、そして、どっちでもいいか。自由が丘にもあるから、自由が丘見、うん、来ていただける。自由が丘でもいいですか、みゆきさん、あのあるあはははってなってみゆきさんが、お会いしたいのに、うん、あ、よし、うん、そしてこれですね、はい、オリジナルのかっこいいワンピースです、うん、オリジナルのワンピース、普通はこうやって、はい、あの着るんですけども、これを私はよくこうやって羽織にしてます。ね、ジョーはこの方がいいね、うん、もうすごい綺麗、うん、ワンピースで着ないでよって感じどういうことですか、だって不良だもん、そうで、これが3枚巡回しないと、そう見てよってわけじゃないけど私は開けるわよみたいな、ね、そうね、そうでもこれ本当にあの歩いてて風が来るとふわーっとなって、うん、そう、それであのパンツ、はい、じゃなくてスカートとかにするとここにトントントンって階段上がった時に裾がね、はい、うん、こうつくんですよ、うんうん、あー女性でよかったなって思うんですよ、出た出た出た、しかも麻薬もいくらでも手に入るし、何それちょっとやめてくださいあ、麻薬じゃないか、カルテルのどんなからね、綺麗でしょうね、すごい軽くて綺麗です、うん、こんな着方もいいんではないでしょうかはい、それでは次に変わりますね。あのさ、黒マスクとコンセンタルメイクよく似合ってんのよ。本当にごめんなさい。本当に素敵なおしゃれな悪いやつ。本当？悪いやつってのは褒め言葉よ。本当ですか？極めてるおしゃれ、極めてるっていう意味の悪女。うん、でもこれはね、オリジナルなのにぜひ一度、こういうところもちょっと細身でかっこいいですよ。いや、かっこいい。うん、はい、これでは、攻めまくりです。はい、はい、みゆきさんは自由が丘でいいですって、あ、自由が丘で、うん、自由が丘、白、うん、一緒にね、はい、はい、あら、手が出てきた、なんだその左手いや、あ、左手なんだそれいや、えい、はい、いい感じ、あ、イブルースのね、ワンピースを着てるんです、クマこういう色も見たことないけど似合うね、本当ですか、うん、さっきのグリーンといい強い色が、なんでしょうね、うん、あれだよ、やっぱりうちでコロナの話ってあんまりしないじゃない、はい、やっぱりコロナを吹き飛ばしてもうカモーンって感じだよね、自由よ恋みたいな、あ、びっくりした、コロナカモンかと思ってた、うん、違う違うコロナ来たってつきたくないって言うよ、平気でしょって、あれなんです、ツバメ、ツバメがいっぱいいるんですこれ可愛くて、はい、いやいや尋常じゃないですよ、はい、うん、可愛いなと思って、うん、あと色、うん、あとお袖が、うん、ちょっとここが、はい、つまんであるんですけど、うん、ブリブリにならない、なんないね、そうで割とこうね、すっきりしたシルエットで、うん、ポッケはないんですけど、うん、これストーンとした感じで、うん、潔くて素敵だなと思って、うん、今日これにしました、うんうん、ね、なんか似合うね、かわいい、やっぱりさっきの俺の話合ってるね、え、何がですか、うん、ほら、平和な感じをなんとなくこう気持ちとかが
そろそろそんな感じが来るかなみたいな期待感とかがこういう明るい色を引き寄せるのかもしれない。ああ、そうかもしれない、うん、気持ちがね、ちょっと元気になる、うん、そういうこと。ああ、そうだから最近あれか、ね、現象したいのかな、うん、お似合いです。いい色、赤、朱色、朱、朱色じゃないですか、中にも、うん、朱色だ ね、 朱 色ですね、うん、朱色です。朱赤、朱赤、うん、すごい潔い感じ、はい、レヨン、ツバメ、100、短め丈もいいですね、ビビッドカラーお似合い、うん、元気になりますよ、ね、コメントいろいろありがとうございます。もっとくださいみたいなね欲しいって、いくらでも。でもよく似合ってる、クマコちょっとね、黒も入れて、うん、今日ね、ブーツと白いスリッポンで、うん、その2つしか入ってないんですけど、うん、今日は雨も降ってるし、うん、ブーツだなと思って。しかも一人ワンピに特化してるからいい意味で目立つね。ワンピしかしてない。そうそうそう。目立っちゃっていいかもよ。うん。うん、あの最後ね、うん、みんなでこう一緒になった時に一番目立とうと思って。うん、あ、それは大事大事大事。で言ってみました。うん、でこれ0400で、はい、お値段が34,100円なります。結構リーズナブルね。うん。綺麗。ねサラッとして季節的には結構長く着られるかな。うんうん、ね。ツバメか何かわからないからいいよね。いや、ツバメだと思ってます。いやいやいや、見たとき、あはだろうだね。いや、ツバメちゃんって呼んでますから。あ、本当、はい、バカかと思って、うんうん、ツバメちゃん。でもその白が効いてる、ツバメの、うん、ね、ちょっとね、お腹のところ、お腹のところ、うんうん、いい感じです。です、うん、私はこれぐらい、うん、かわいいです、うん、です、うん、うん、これがそんな感じ。これをね、すごい勧めたかった、うん、見せたかったです、うん、いやいや、綺麗、ツバメちゃんがね、かわいい、後ろ回りと、うん、良い感じです。です。良い感じです。なんせその袖のギャザーの取り方がすごいね。そう、ここだけね、特殊だよね。ちょんちょんちょんってあって、うん。そこは切り替えになってる？そこが切り替えになって。そうか、切り替えでつないでるんだ。そう。ね。ここがね、切ってますよね。うん、そう、普通は全部をそうやってギャザーで、ね、はい、取るんだけど。そうするとグリッとなりますけど、うん、ここだけっていうところ。甘さをね、そこで抑えてる。うん、そう、見た瞬間から着たいなと思って、考えてるなみたいな感じです。それと襟ぐりがとてもクマに合ってるのか、本当に綺麗、うん、開きが、うん、ね、いい感じです、はい、ちょっとここはタグついてるから下沈んじゃってますけど、うん、ハートかと思いました。一面のツバメです。ツバメです。はい、ツバメ羽ばたいてます。うん、えい、いい感じですね。はい、はい、じゃあクマはこんなところ、今日はクマはそれとあの手抜いてるわけじゃないです。ショートブーツでね、はい、レースアップの、うん、当分ショートブーツで攻めていこうっていう感じですね。ですワンピースをね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、あら、もっこちゃん、はい、かわいいじゃん。今日はなんかちょっと大人な感じで、そうです、ね、18歳になっちゃったね、うん、今ちょっとまた、そう、16から2個上がったよ、18。いよいよ成人するかもね。ですね、うん、もう終わっちゃうけど、終わっちゃうけど。ですね、あのホッシーさんからいろいろ入りまして、うん、その中の、サテンの水玉の、うん、あの例のシャーリング帽帯のブラウスと、ペニーブラックのパンツスカートみたいな感じの組み合わせてみました、うん、すごいこのサテンの感じが綺麗ですよね。ちょっと待ってね、ツバメは白と黒ですか、黄色っぽくも見えますが、あ、白と黒ですよね。そう、黒の子と白と黒の子がいます、うん、はい、ツバメは黒のツバメと白と黒のツバメらしいです。ツバメのお腹が白いんでしょ。そうそう、お腹が白いのね、うん、でもなんか裏か表かわかんない。はい、はい、戻ります、モッチーさんに、はい、はい、でこのサテンのブラウスがとにかくおすすめで、うん、綺麗だよね、はい、今から秋にかけてすごく着られると思います。こんな感じです、ね、先に言っちゃって秋にシマークはオリジナルでサテンのブラウスをちょっといろいろ考えてるのに、はい、言っちゃうなよ、ま、言ってないです、今言った。あ、そう、ファッションさんが欲張りだから、ね、あ、そう、はい、そんな感じで、こちらがとってもおすすめなんですけど、ね、ブラウスとても上品でしょ、うん、帽帯のブラウスいいですね、かっこいいです、本当にこれ綺麗ですよ、ね、あって、すごい綺麗。あら、それもあったね、このちょっとディスプレイしてたのであれなんですけど、うん、ちょっと突っ込んでみて、それにこの色も綺麗だね、ですね、ほら、あ、うわ、茶色といいこと、あ、
ね、綺麗。あいやー。こんな感じでも綺麗ですね。綺麗綺麗。でブラウスは他の形もあるので、うんうん、ちょっと待ちください。いやこのブラウスいいね。綺麗ですね。すごくね。サテンは皆さんこの秋冬ガツンと行きましょう。おしゃれですよ。でその前に早くもかあ綺麗。形違い。うん。なんかお袖も面白いですね。高級感ビシバシあるしね。ね、うん、女っぽくて高級感バシバシ。でお袖がたっぷりで、はい、こうなってあのちょっとこう、うん、ふわっとしたお袖になってます。うんうん、モッチーさんさっきですよね、うん、俺が言ったやつおすすめです。上着何着りますかって。上着なんですが、あいやー茶のパンツスカートあるんですけどって。あいやーですよね、これね、どうしましょう。あいやーこれいいよね、いいですよね、どっちの形もいいと思います。あいやーってね、このパープルもおすすめです。アイヤーがわかる、うん、アイヤー終わらない、やば、終わらない、本当に夏が終わらない、終わらないですね。綺麗な色、おすすめ、おすすめです。ノースリーブ上に何着ますか。さっきから言ってた、そう、カーディガンというより私普通の丈のジャケット着たいんですけど、はい、テーラードとか、はい、ないんですよね、今ここに。あ、母じゃなし。なんか着なさいよ。ティーラベントの白いのを着てみて。うんうん。じゃあ着てみて。あ、すいません。ありがとうございます。おいくらでしょうかっていうのはこのブラウスかな。ブラウスですかね。うん、こんな感じでどうでしょう。あ、いいじゃん。いいじゃんって。ちょうど隠れるさ、うん、って。あ、いいじゃん。ちょっと新鮮かも。思います。ですね。うん。あ、なんかできる人みたい。こんな感じ。あ、綺麗ですね。うん、綺麗綺麗。あ、いいんじゃないかなと。まぐれです。はい、まぐれです。はい、パープルで着た時は黒いジャケットを着ても素敵だと思います。うん、白もでも綺麗、そのまんま綺麗、まま、うんうん、すごくね、グラデーションっていうことではないんだけど、このスカートの茶色とそのパープルすごく合ってる、うん、ね、うん、この感じもいいですね、うん、ブラウスは、27,500円になりまして、はい、着ているサイズが38で、はい、他に40サイズがございます。はい、アセテート58で442。いいよねこれね、本当に綺麗、うん、もうこれから秋冬ずっと着れますね、うん、今から、うん、この厚みがすごくいい感じなんですよね、うん、なんで本当いや綺麗、どっちの形もおすすめです。うんうん、綺麗、うん、いや本当綺麗、ジャケットも合わせておすすめです、うん、こんな方が社内にいると最高にテンション上がります。最強スタイリング、そう思います。もうなんてナイスなコメント、ね、うん、本当そう思います、ね、パープルのノースリと長袖タイプも自由が丘にお願いします。ぜひお試しください。本当にこのシリーズいいと思います。長袖、あ、そうですね、すいません、長袖は長袖が33,000円になります、はい、こちらサイズ40です。これは1号店確かなんかこれしかないね、ないし、長袖はこちらしか今のところないですけれども、まあ、ちょっとメーカーさんに聞いたらあると思うので。紺色があったか、紺色があります、ね、うん、紺ある、あ、紺があります、はいはい、そう今ね、モチさんが着てる、うん、両方あるよ、ね、あ、そうそう、ごめんなさい、これちなみに紺なん、こっちは紺です。はい、紺にグリーンの水玉です、うん、でこっちがなんかラベンダーにベージュっぽい水玉、これがパープルじゃん、だからこれがパープルなんですけど、うんうん、こっち一応ネビです、うんうん、色の説明をしてなかったんですね。だってこのパープル似合いそうだもんね、みゆきさん、ね、うん、もすごく優しくて本当に、うん、はい、素敵なブラウスですので、ぜひ皆様
お試しください。おすすめです。綺麗よね。ねめっちゃ綺麗よね。うん、しかもアイヤーがわかるよね。スカート持ってるって。あのこれ普通にこのまんまデニムで合わせてもいいですので、うん、あのカジュアルにもなりますので、うん、両方、うん、あのお仕事用でもラフにも両方着ていただけます。うんうん、そんな感じでおすすめです。うん、はい、もうね本当にいいよね。全部いいんだけど、とにかくこれはもう秋に行ってるから頭の中がね、サテンは、うん、もう今からガッていってほしいね、うんうん、いいと思います。はい、以上ですね。、はい、ナイスですね。はい、はい、おすすめです、うん、きれい、きれい、そうか、小竹の方でラン見てみたら、はい、写真撮ってる。では今秋の素敵なブラウスの後、はい、カジュアルで締めちゃいました。いやいや締まるのよね、それがね。綿のパンツにこれ、はい、あの、うん、とても評判の良かったキャミソール、うんうんうん、それに、オリジナルのフードのプルオーバーを着てみました、はいはい。ワイドパンツもよく似合うわね。ワイドパンツね、これ履きやすくて、うん、あのね、履いた瞬間涼しい、この面、うんうん、すごくいいと思います。ね、ハリハリしてないですよね。そう、すごくなんか、っていうか、うん、なんだろう、でもなんか薄いんだけど、うん、ちゃんと厚みがあるんですよ、うんうん、なんかすっごいでもしっかりストーンとしてますね。そう、すごく、うん、あの涼しい、履いてて分かります、うんうんうん、涼しさが、うん、はい、分かります、うん、でこれの色違いのパンツ、うん、これもいい色よね。そうなんですよ、これアイヤーですね。どっちにしようか迷う、どうしようかなと思って、うんうん、パンツかっこいいでしょ、さらっと着やすそうで、ね、本当に着やすいんです、うん、でこれゴムです、うん、だから多少ゴムがあの大きければこれで締められるので、うん、そうなんですよ。でこのゴムが太いんですね、うんうん、こういうふうにここまであるので、うん、あのクリンってひっくり返らないし、きちんと、ね、ウエストがね、きちっと決まりますよね。そう、決まるので、ね、とても履いていても気持ちがいいですね、うんうん、そう、本当にこれいいです。まあ全部そうなんだけど綺麗ですよね。綺麗ですよね、これね、うんうん、それであのちょっと私大きいので、はいはい、このサイズだとキュッと一段折ってるんですが、うんうんうん、あのこの感じもう気持ちじゃ長めになるってことを占い、ね、そうですそうです、うん、ちょっといいですか占いで、はい、うん、少しそうすると、ね、長い感じの、あのお尻の感じとかがちょっとぷっくりしちゃうでしょ、うん、こういうところが、うん、うんうん、だからあれですけどこのくらいになりますね、うん、はい、うん、それでその今こういうところをぷっくりさせたくなかったので、うんうん、こういう感じですっきりしますでしょう、うんうん、この下のサイズだとこのくらいになるかな。これも太さといい、なんかこう堂々とワイドパンツって感じですね。そうですね、うん、そうそう、線じゃないワイドって感じですね。ワイドですね、うん、このワイドいいですね。そうそうそう、いいですよね、うん、ててなんでいいんでしょう。え、なんでいいんでしょう。このストライプのね、うん、色が絶妙なんですよこれ、うんうん、そういうことね。そう、紺とこの、うんうん、白とね、そう、白と茶色とね、茶色とね、うん、とてもいい感じで、モダンな感じ、うんうんうん、かっこいい、ね、ワクワクしますね。そうそう、かっこいい感じになりますね、うん、で、上をちょっと締めて、うん、で、そうですね、この上、うん、この上に、ちょっと私の、うん、大好きなロングブラウスになるのかな、うん、これも入ったのよね、フォッシーさんから昨日。もう、かっこいい、かっこいいですよね、これね。しかも素材がまたこれが贅沢な、コットンシルクじゃない。そうなんです、綿とシルクなんですよ、ね、しかも柔らかいのは綿が92、うん、シルクが8なんですけど、うんね、あーっていう感じです。柔らかいんですよね、しなやかで、しなやかで本当に気持ちがいい、うん、また下世話の言い方してごめんなさい、悪いけど高いよみたいな感じのね。高いですね、こういうのにしては。これ税込み55,000円です、はい、光沢もあって、でもそう、光沢が綺麗、うん、でも出番はこれ多いんではないかなと思いますね、うん、っていうかめちゃありそうですね。そう、うん、これあの近くで見ていただけないのが残念だけど、うん、本当に光沢があるんですよ、うん、面が多いんですけど、うんうんうん、だから
あのきちんとワイドも似合いますね。やっぱりかっこいい、ミルフィーユさん、ね、似合ってます。着こなし最高、ガンガン着ております。ありがとうございます、うん、でもかっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、でこのフードのあれがちょっと効いてませんか、うんうん、黒と白で、うん、こっちもね白が入っているの で、ね、にくいっすね。でこれも、うん、と色があります。こうやって無造作に何でも着てそうに見えて、女王もまあみんなそうだけど、気に入らないと着てくれないっていう困ったちゃんたちなんですがでも何とか着ようと努力はしますよ、はい、本当ですか。でも嫌なものは嫌って言ってね、はい、着てくれない、そういう困ったちゃんたちがニコニコして着てくれてるこのライブの服特におすすめなんですよね。そうなんですね、はい、でこれがパープル、いやいいですね、はい、そしてこっちが白、うん、光沢、画面越しでも伝わります。わかります？あ、嬉しい。重ねれば重ねるほどおしゃれ感満載。本当ありがとうございます。いや本当ですよね。そうミルフィーユしてね、綺麗よねこれね。綺麗ですね、うん、なんかこうちょっと見たい感じがしますね。いやいやもうだってもう街中のズルダラロングのシャツとかと全く違うもの、うん、そうですよね、うん、このスリット、それでこの、うん、なんでしょうね、この太いパンツにこんな長いの着てるんだけれど、まして黒でしょ、 それなのに重さが消えるのと、やっぱりしなやか、あな、ね、これ安っぽいヘナヘナはね、街中反乱してるけど、ね、あんな頭悪そうだもん素材感なんですかね、うんうん、そう分かってる感じで着るのと、みんなが今ね、うん、あの着て流行りっぽいからゆるずるいいかなっていうのは、はい、もうまるっきりアプローチが違うから、こういうの、ね、こういう風に着てるとうわかっこいいってなるけど、ね、違う意味で街中のこういう感じ見ると頭悪そうって皆さん頭悪そうな部分に絶対行かないでくださいよって、ね、うん、だからやっぱりこう流行を取り入れながらも、うん、こう素材とか、うん、シルエットとか、うん、いいとまた違うように見えるのかなと思いますね、うんうん、本当本当、はい、特に私たちぐらいのこう年齢を重ねていくとそれはとっても気にしますね、うんうん、やっぱりねその人の生き様とかね、あのもう人生が全部ファッションって現れるじゃない人生ってあれですよ変態って言ってる、うん、だから変態なのよ、うん、あくまでもあの向上し続けるあのもう本当なんか悪なき変態女、変態騎士じゃなくて変態女、はい、まあ変態女がその何最高マックス変態褒め言葉とおっしゃってくださってるので、御意ですよね、はい、本当に御意、はい、ではこんな感じでいかがでしたでしょうか、うん、楽しませていただきました。今日も、うん、素敵にありがとうございます。はい、はいはい、はい、また三者三様、はい、変態三人娘、はい、いい感じ、はい、はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました、うん、ありがとうございます、はいはい、月曜日は7時半から自由が丘ライブになります、はい、どうぞよろしくお願いします、お願いします、はい、あとブログのくまさんプッシュもお願いします。自由が丘これだけいっぱいの着ちゃうとネタ切れになってくんじゃない、大丈夫、お大丈夫らしいです。小瀧くんが力強い、任せてって言ってる。つなぎのプレッシャーがあるから、うん、そうですね。はい。はい、じゃあ、いきます。はい。This is the fashion。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。夏の島明けから目が離せません。楽しかったです。お疲れ様でした。素敵でした。ありがとうございます。本当に毎回毎回心から感謝ですね、はい、本当にありがとうございます。ございます、はい、素敵でした、お疲れ様でした。はい、もう切りましたか。